ございます。東京経営戦略大学のまたナンバーワン経営の西村健です。で、今日はこういう形で久しぶりですね、自分の考え方をまとめてこれ、上げています。で、なぜかというと明日明後日ですね、東京経営戦略大学、まあ、ランチェスターのですね、西村ゼミという勉強会があるわけです。2時間、月1回なんですが、月の前半にある勉強会のことをそのように呼んでおります。そして、そこで、また新たなですね、ことを皆さんにお伝えするということで、まだいろいろまとめて資料を作ったんですが、そのですね、まあ、予行編集ではないんですが、まあ、一つ話す練習と皆さんに分かち合いをさせていただいております。で、次回話すことは今言ったように、ビジネスや経営には選択が必要であるということです。またはミッションを持っていないと適切な選択ができなくなってしまうということです。または意識的な選択をしなければ望む結果は出てこないということを明日明後日ですね、話してみたいと思っています。で、それ以外に、まあ、こういう大きな長期的な戦略としまして、長期的な選択として、そのミッションや戦略があるわけです。しかし我々は日々の中でも選択をしていくわけです。で、その日々の中の選択の大きなものが戦術の行動、戦術の活動になるわけです。だからミッションやあるいは、経営戦略を明確にしたとしても、それを日々の活動や行動に落としていく戦術の活動が明確になっていなければ、ミッションや戦略は絵に描いた餅になってしまっているわけです。だから皆さんには戦略だけではなくて、またミッションを持つだけではなくて、日々の戦術の活動で最も効果的なものは何なのか、反対にやらない方がいいものは何なのか、それを明確に勉強会で紹介していただいています。そして、3ヶ月単位で勉強会を計画しまして、最初は、そういう理論編です、原則編です。そして次が応用編で、3ヶ月目に計画会で実際の皆さんの会社の経営に落とし込んでいただいております。で、これは以前からうちは四半期計画会ということでやっておりましたので、それをよりシステマチックにして進めてくる、そういう、まあ、いい勉強会になっていくと思います。まあ、その成果はまたこの映像でも紹介したいと思いますし、ブログとか本でもご覧になっていただけると思います。以上です。で、東京経営、東京経営戦略大学西村健でした。以上です。